食い打ち機とホイールクレーン食い打ち機とは ISO11886-2002 で定められている建設機械の一つで建設工事や土木工事の基礎を造成するために用いる。ここでいう食いとは交換食い、H 口、鋼や板などを刺し軟弱な地盤に構造物を建築する際の基礎食い、土砂を掘削する際の四歩行。 災害時の被害拡大を防止する施設など、基礎地盤からの支持力や、反力が必要とされる工事現場に用いられている。食い打ち機は、そのような食いを必要な現場で、地盤中に貫入もしくは打ち込む際に用いる機械で、ある。日本では、高度経済成長期以降、試行期間中の周辺環境の保全や市街地の密集化、競争敷地での試行、 工事期間の短縮等の要因で、食い打ち工法や建設機械の技術が進歩し、メーカーごとに多様な機能を搭載した複数種の食い打ち機が開発されており、単純な分類が困難となっている。食い頭を高性能リングで割れないように補強した PC 食いや交換食いの上から大型の打撃ハンマーを落下させたり、振動を用いて打ち込む食い打ち機。 ヤグラを組んで上部から重りを連続して叩きつける門剣、食い打ち機全体が短気筒にストロークディーゼルエンジンのシリンダー及びピストンと化しているディーゼルハンマー、高周波を発生させる振動機により自沈させるバイブロハンマー、油圧によりピストンを上下させる油圧ハンマーなどがある。構造が簡単で自走式の機材を用いることができ、扱いが容易であること。 掘削土砂や泥水を発生させないメリットがあるが、硬い岩盤への打ち込みが困難であること、騒音、振動が発生するというデメリットがある。ディーゼルハンマについては、工事式地境界における騒音レベルが80デシベル前後であり、加えて、ディーゼルエンジンの排気ガスが発生し、環境保全の観点等で問題となり、日本国内の市街地ではほとんど使われなくなっている。 油圧による聖荷重を用いて杭を地中に押し込む杭打ち機。杭を圧入する際に何に反力を求めるかで様々な方式がある。機械本体をクレーンで吊り上げ自重を反力とする方法や機械重量等トブロックまたは油圧シリンダーが取り付けられたベースマシンの自重などを用いる方法は地球の重力を利用しているだけだが すでに地中に押し込まれた杭を数本つかみ、その引き抜け抵抗力を反力にする機械は、機械本体は軽量ながら、大型の杭の打ち込みも可能になっている。振動や騒音、泥水が発生しないメリットがある。また、サイレントパイラーには、N 値の高い地盤、岩盤層、歴層への圧入が可能な機種、超抵抗等地帯容器、強愛地帯容器などがある。 掘削部分の先端が、スクリュー型をしたドリルのオーガドリルやビットを用いて、物理的に地盤を掘削し、杭の先端部に、高圧水を送水して掘削することにより杭を立て込む杭打ち機。打撃系や圧入系の機械を併用することもある。強固な岩盤や深い地盤への打ち込みが可能となる、メリットがあるが、掘削に伴い掘り出された土砂や、泥水。 周囲度圧により空港を内部崩壊から防ぐためのベントナイト液の処理が必要となるデメリットがある。打撃、圧入、掘削などの機能を組み合わせた空輸地機の開発も盛んである。回転する動力を取り出す機械ではないため、レシプロエンジンのようなクランクシャフトとコネクティングロッドはない。ありがとうございます。